今日お久しぶりの前座でした。1ヶ月ぶりぐらいかな。公演前にコンビニにご飯なんかレッスン終わりでなんか公演まで時間があって、でのんちゃんお昼持ってないって言ってたから、スタッフさん付き添ってくださって買いに行きました。でライチ味買っちゃった。貯金するって言ってたのに買ってしまいました、ライチ味。でも美味しかったです。美味しかったからいいんです。やっぱり飲んでしまいました。あ、健太さんくまありがとうありがとう。アレックスさんもたくさんありがとうございます。カモミールさんありがとうございます。今日は前座だったのでこの髪型で嬉しい。こんばんは。見えてるかな。皆さん夜ご飯食べましたか？私はよいしょ、7時前までに食べ終わったんですけど、ちょっとお腹空いたんでトマトジュース買ってきましたんでいただきます。今食べてる？記念写真の時はなんかずっとニコニコしてました。楽しくてずっとにやけてました。なんかジャケット写真みたいなポーズってなんだろうって思って、なんか分かんなくてこんなポーズしました。こんなポーズとなんかのんちゃんのこれしました。もんちゃんはよくこれをするらしいです。いただきます。トマトです、すごく。さんたくさんありがとうございます。ゆうせいさんもたくさんありがとう。ひなちゃんくまありがとう、ありがとうございます。のぶたさんもありがとう。ブリクラの写真めっちゃよきですか？モバメに昨日言ってたピンプリの写真こんなんしてるやつ載っけました。でもプリクラで顔違いすぎて皆さん驚きました。写真買いました、ありがとうございます。可愛かったってありがとうございます。トマトは好きだけどトマトジュースは飲めない。トマト好きだしトマトジュース飲むけどあんまり美味しくないんで喉の奥の方に流し込んでます、いつも。これでリコピン取って肌白くなると信じています。信じています。今日も絶対焼けました。ホテックマです。でもこれはみんなに羊ヘアって言われます。羊ヘアですか？日焼け止めは塗りましたけど多分焼けちゃう。日傘はもう見つけに行きません。どこで忘れたのかも分かんなくて、だから誰かもらっといてください。あれって何のプリキ？なんか古いやつです。なんだったっけ？スキンリリーかな。古いやつ。トマト食べれない人がトマトジュース飲むんじゃない？トマトジュースはもう飲めるけど美味しくはないです。全然でも嫌いでもない。でも皆さん知らないでしょ、私の日傘どんなのか。暑かった。ゆき姉がサンバリエ100買ってて見せてもらったんだけど、すごい良さそうだから早く買わなければと思い、この後探します。黒でレースのやつでしょ。あ、いいとこ来ますね。トマトジュースにお塩足さないと飲みにくくない？どうやってお塩足すの？ここ？ここからお塩入れるの？飲みにくいですね 100% は。青でレースのやつでしょ。いっちゃん惜しいですね。青なんですけど。こんばんは。ほてちゃんが飲んでるの私も最近ハマってる。トマトジュース？レッドブルかな。可愛いのはずっと売り切れ。わかる。売ってないよね、可愛い柄の日傘って。こんばんは。皆さん聞いてください。そういえばネモステレビの名札貼りました、ここ。はあ。ゆきねも貼ってた。すぐわかるでしょ、誰のか。すごいなんかガーゼ基地でいいやつっぽいです。その名札可愛いからちょうだい。やだ。ゆきねと同じことしてる。そう、ゆきねに貼らないのって言ったら貼るって鏡に貼ってた。そう、これで誰のかわかるんで、落ちてたら届けてください。いっぱい大事なの入ってる。今日なんかシェーディングするの忘れちゃって、なんかお仕事の時はシェーディングするんですけど、しかも今日前座した、一緒に前座に出演したペアがのんちゃんで、のんちゃん超小顔なのに、あーシェーディングし忘れたと思って焦った。落とさないで。そう、落とさないように頑張ります。日傘に貼ればよかった。確かに日傘に貼ればよかった。昨日ドボンで負けたけどやっと一緒にできて最高でした。あー、ありがとうございます。ミカエルさんだ。ドボンすごい楽しいですね。昨日ガチャガチャ引いたら、あ、シークレットだと思ってめくったら岡田奈々さんでした。めっちゃ可愛くてびっくりした。でもいまだに17期研究生の新しいカードは出ず、欲しいな。今日はホテちゃん推しはいたかな。ホテちゃん推し見つけられなかったけど、のんちゃん推し見つけましたよ。なんか今日どこ見てたんだろう。なんか全部見ようと思ってずっとキョロキョロしてました。でも頑張って劇場公演の練習の時は誰もいない椅子に向かって頑張ってなんかやってるんですけど、寂しいですね、やっぱ誰もいないと。こんばんは。だからどこ向けばいいんだろう、いつも。公園ではファンにレスとか送るの？遅れてるかな。めっちゃ見ますよ。なんかハートがあったウイルスにの時なんかめっちゃ見てる。見えてたかな。見てました。いつもホテちゃんお茶持って行ってるけど会えたことないね。残念。残念だな。ぜひそれは17期研究生ただいま恋愛中公演に持ってきてください。見つけます。めっちゃカメラ目線だったらおもろい。やだ。カメラ目線もしたらよかったですね。忘れてしまいました。初日ただいま恋愛中公演初日カメラ目線1回でもしますように頑張ります。どっかでできたら。16日はカメラ目線期待してます。頑張ります。カメラってどうやったらわかるんでしょうか。とりあえずカメラ見とけばカメラ目線になりますよね。うちは作らなきゃ。新品ライトも買わなきゃ。ありがとうございます。1回じゃあ2回します。2回、17回しよっかな。17回、カメラ17回以上頑張ります。赤いランプがつくんだね。じゃあもう赤いランプついた瞬間バッて見る。バッて見ますね。ふてちゃんの主催は白とピンクです。あ、この手は関係ないですよ。白とピンクです。それずっとカメラ見てることに、確かにどうしよう、間違えてしまった。ありがとう。ピンクのペンライト、おっちーさんありがとう。マーチーさんありがとうございます。右と左はあんまり関係ないです。サマステも撮影タイムあるらしいから期待してるね。撮影タイムってダンスしてる時なんですか？じゃあ一瞬このかわいしようかな。ハートしたいです。ハート。客席を見ますね。の VR カメラ。なるほど。いい色。可愛いよね、白とピンクって。あ、山正さんありがとう、ハートありがとうございます。たくさん。誰でもいいから目を見てじゃんじゃん釣らないと。いいんですか、見ちゃって。めっちゃ見ちゃうよ。んじ見つめちゃうよ公園見てたら可愛い子が出てきてホテちゃんだった。なんだろう、前座ですか。ありがとうございます。ホテちゃんアーニャ感ある。なんかそれめっちゃ17期研究生のみんなに言われるんだけど、あとなんかみずみにめっちゃアーニャって言われます。なんでだろう。16日行けなくても DMM で見る。ありがとうございます、嬉しい。 ID カード楽しみ、いつ来るのかな。いつ来るのかな、私も分からなかった。頑張って書きますね、可愛く。ピーナッツ好きですよ。モカピーナッツが好き。ピーナッツ食べて。ピーナッツ持ってなかったです。でもないです、今お菓子がお菓子ないです。前やった前座ガールズはいつだった？いつだった？見てほしいから探す。前は7月ですよね、やったの。レッドブル好きです、モカはモカレッドブル好きを持ちギャグにしよう。なんかやばい人みたいにレッドブル好きなことは皆さん秘密でお願いします。これは内緒。ねるねるねるね、最近食べてないの。最近なんかちょっと前に食べました。あれめっちゃ美味しかった。メロンソーダ味、クリームソーダ味がめっちゃ美味しくて、なんかクリームのやつとなんかソーダのメロンがあって2個つけて食べるの。めっちゃ美味しかった。皆さん見つけたらぜひ買って作ってみてください。ねるねるねるねのクリームソーダ味。今はトマトジュースが元気のもとだね。そうです。でも血糖値下げるみたいな、血圧下げるでした。おいしい皆さんねるねるねるね食べますか？うちわにレッドブルの写真はダメってことか。そう、バレちゃうからうちわにレッドブルの写真貼るんですか？なんかそれもうちレッドブル応援してないですか？えホテちゃんじゃなくてそれレッドブル応援してるんじゃないですか？今からでも6本をモカちゃん推しにしようかな。嬉しい。モカちゃん推しの時めっちゃ嬉しいです。おはごてちゃんいっぱい打ちます。こかわひろさんありがとう、たくさん。としのりさんありがとうございますレッドブル推しです。やだ、はてちゃんイコールレッドブルだから大丈夫じゃないですダメですよ、見ないですよ、逆にぷいってしよう、ぷい。今月入ってスタンプ買ってありがとうございます。おはほてちゃん、なんかおはほてちゃんじゃなんかほてちゃん頑張るもん提出したんですけど、そっちにすればよかった、それを第一にしたらよかったけど。レッドブルは塩太陽そんなことないけど、レッドブルに推し変します。やだ、推しかぶりだ。うちはやスケブはホテちゃんがいいかな。名前なんでもいいですよ、わかる、絶対わかるんで。名前かぶってる人いないんで、ホテイでもモカでも、ホテイモカでもホテちゃんでも何でも嬉しいです。とってもとってもとっても嬉しいです。おはホテちゃん使っているよ、ありがとう。確かに朝限定スタンプな気がする。私はもう夜でも使いますね、おはホテちゃん。夜でも朝でも昼でも使えますよ。みんなも使ってください。表がホテちゃん、裏がモカでいきます。ありがとう。100だけでも、あ、わかる、100だけでもめっちゃわかる。てかインパクト強くて見つけやすいかも。16日当たるように徳を積んでいる、一緒に祈りましょう。もみじだけのも分かりますよね、きっと。難しそう。モカッチでも分かりますね。一日中おはほてちゃん連打します。そうです、一日中してください。今セブンイレブンでレッドブル半額になるレシートがもらえるよね。そうなの？なんか昨日野菜ジュース買ったら野菜ジュース1本無料みたいなやつでもらった。セブンは1個買ったら1個無料みたいなクーポンが多くて助かっております。あ、やばい、もう54分なんだけど、早いですね。とりあえず57分に読みますね。今日は皆さん来てくれてありがとう。早い。セブンのアプリで半額券ついてた、レッドブル。そう、その半額券でライチ味を初めて買ったんですね。そしたらまんまとハマってしまって、いやー、これは罠に引っかかってしまいました。今日短くないですか？今日短いね、なんでだろう、なんでいや、なんか前座もっと遅くなるかなって思ったんですけど、意外とささっと書いれて、もっと早くできたんですけど、9時半からって言ってたんで、そのレシート捨ててしまう。もったいない。届けてくださいモカという言葉の響きだけでこのアバターを探しました。カフェもっちゃモカむちゃかわいい。30分だけでもありがとう。こちらこそありがとうございます。前座って公演の最後までいなくてよかったような。私はお掃除と写真も一緒に撮らせていただいてました。でちゃんと挨拶をしてから帰るんでね。カフェモカ明日ね配信します。明日の5時までですよね、イベントが。とりあえずそれまでに配信できるように。何時になるか分かんなくて、まだ今から決めるんで、ちょっとあれ見てほしいです。公式のツイッター研究生公式ツイッター。明日の20時までか。皆さん来てくれてありがとうございました。この期間明日で最後なんですけど、明日もよろしくお願いします。ではではランキング読ませていただきたいと思います。はい、はい、13位ほたるさんありがとうございます。12位 G さんありがとうございます。11位まさみくんありがとうございます。10位おっちーさんありがとうございます。9位ともし A さんありがとうございます。8位ケネスさんありがとうございます。7位茨城在住リップさんありがとうございます。6位ジップさんありがとうございます。5位マーチーさんありがとうございます。4位ケンタさんありがとうございます。3位アレックスさんありがとうございます。で2位山正さんありがとうございます。そして1位はひなちゃんありがとうございます。ありがとうございます。今日も皆さんちょっと短かったんですけど、ありがとう。こちらこそ来てくれてありがとうございます。今日は12時にチェーンソーマン101話公開多分するんで、それ見てから寝ます。でも明日朝レッスン早いんで頑張っておきます。だから朝配信はちょっとできないんですけど、終わってからします。明日仕事だから20時までだけど来れないけど頑張ります。最後までありがとうございます。デンジくんどこ？そうデンジくんいつ出てくるんですかね。寝坊しないように頑張ります。いっぱいタイマーかけます。1分おきに。もう59分だ。ではでは今日も配信ありがとうございました。ではでは皆さんおやすみなさい。バイバーイ。